NHK ニュースを見てみると、新NISAですね、新しいNISAが来年の1月からスタートするというふうにアナウンスされてきています。で、この NHK さんの記事だけではなくてですね、基本的にはメリットばかりが強調されているなっていうふうに僕自身は感じていまして、デメリットも知ってから始めてほしいなというふうに思ってますので、新NISAを始めるにあたってですね、どんなデメリットがあるのかっていうことをしっかりと理解した上で始めるなら始めていただければなと思ってます。で、基本的にはですね、長期投資をして10年、20年、30年と投資をして、そして利益を得て、その利益に対して課税されないと、非課税枠を設定してくれているということなんですよね。ですので短期売買とかっていうところもないわけではないですけれども、基本的にはですね、長期投資を前提とした仕組みになっているということは理解しておきましょう。そして買って持ち続けるということを前提とした仕組みになっているのかなというふうに思ってまして、この場合はですね、始める時期がとても重要になってきますということですね。ですので、始める時期を誤ってしまうと、マイナスになり続ける可能性があるということですね。そこを理解した上で、いつから始めるのかっていうところは考えていっていただければなというふうに思ってまして、これだけだとですね、よくわからない部分があると思いますので、例えばのところで言うと、ダウ平均ですね。ダウ平均の事例を見ていきましょう。これは2000年代の値動きになりまして、こんな感じでですね、ぐんぐんと上昇していっていましたと。で、この時点でですね、ここからNISAという仕組みが導入されて始めたというふうに仮定していくとですね、その後こういうふうにどんどんと上がっていくだろうという想定のもとですね、この時点から始めているということだと思いますが、実際の値動きで言うとですね、こんな感じで下落をし始めていますと、高値安値がこんな感じで切り下がって推移していますので、下降トレンドですね、下降トレンドが発生してきていますと。ただですね、長期的にはまだ上昇トレンドキープ中だなっていうことで、まだまだここからさらに上がるだろうというふうに想定することもできるんですけれども、こういうふうに考えるとですね、下がってきてラッキーだっていうことでですね、ここで買い増しをしてしまうということがあったりしますねと。人の行動としてはこういうことがよくありますと。で、ここからですね、実際どんな風な値動きになっていったのかというと、こんな感じで若干上がってきているので、よしよしとこのまま上がっていけというふうに思うんですけれども、リーマンショックですね、2008年の9月15日にリーマンショックが起きます。こんな感じですね、ここのところで起こりまして、ガツンと下がってしまったと。こういう高いところでですね、買ってしまうと、大暴落が起きてしまうと、資産が半減していってしまいますので、こういう状態で冷静でいられるかどうかっていうことですね。ここは買い続ける仕組みのデメリットでもありますので、理解しておく必要があるかなというふうに思います。で、毎月積み立ての方式であれば、こういう状態であったとしても、毎月買い続けるっていう仕組みになってますので、買えば買うほど資産が目減りする額が増えていくという状況が1年2年と続いていくということですね。で、こういう状態になった時に持っていられるかどうかっていうところはかなり重要な問題点になっていまして、これがですね、一つ目の問題になりますということですね。こういう状態であっても自分は持ち続けられるのか、もしくは資産が半減したとしても持ち続けられるぐらいの許容できる範囲内で始めるということですね。
こういうことを頭の中に入れておいてほしいなというふうに思ってます。で、実際のところで言うとですね、ここがリーマンショックになりまして、ぐっと押し下げられていったっていうところまで先ほど価格の推移を見ていたんですけども、その後ですね、こんな感じでぐんぐんと上がっていますので、持ち続けることによって利益が生まれているということは言えるわけですね。じゃあこういう状況になったのがなぜなのかっていうところを考えていってみると、 QE というものがありまして、金融緩和ですね、リーマンショックが起こった後、お金が足りなくなってですね、中央銀行がジャブジャブとお金をすり始めた、こういう政策を QE と言うんですけれども、1回目の QE を行って V 字回復させていって、さらに2、3というような形で時間を置いてですね、 QE っていう政策を FRB は連続的に行っていった。そしてこういう上昇トレンドを作っていったわけですね。で、ここからですね、2013年の3月からになりますけれども、日銀も金融緩和始めました。黒田さんが総裁に就任をして、黒田バズーカっていう言葉も聞いたことがあるかもしれないですけれども、そういう政策を日銀も始めています。で、このタイミングでですね、アメリカの方は辞めているということもあるんですけれども、その代わり日銀が始めたのかなと。で、2015年の3月からはですね、欧州でも金融緩和が始まりまして、ジャブジャブとお金が供給されていくことによって、株式相場っていうものはぐんぐんと上がっていったわけですね。ところが、心のところでコロナショックですね、コロナショックが起こりまして、 QE4 ですね、 FRB が金融緩和を再開したと。そして V 字回復させていったという流れになっています。で、これがですね、継続しているのかというと、そういう状態でもなくて、直近としてはですね、世界的なインフレが起こったことによって、アメリカは引き締めへ向かっていますし、欧州も引き締めへ向かっています。で、日本だけがですね、緩和を継続しているというような状態になって、供給元がですね、アメリカ、欧州、日本の各中央銀行だったところから、日本だけが供給しているような状態になってですね、上昇力が若干弱まって、高値が切り下がってきつつあるのかなというような状況ですね。こういう状況になっていますと。つまりですね、リーマンショック後のこの株式相場の上昇というのは、 QE であるとか金融緩和ですね、こちらの方で上げ相場を演出しているという面があるということですね。完成相場という言葉があるように、政府がですね、下支えしているっていう面はやはりあるわけですね。ここ 1,2 年はインフレが進むことによって、アメリカと欧州は引き締めに向かっていまして、日本だけが継続しているというような状況になっています。ここで2つ目の問題が出てきます。反省相場は続けられるのかどうかですね。これが2つ目の問題として出てきます。今後の見通しとしましては、日銀も金融緩和を来年以降も継続するっていうわけではなく、この金融緩和をいつやめるのかっていうことが議論され始めています。利上げ、金融引き締めへ向かう可能性が出てきているということですね。やはり日本でもインフレが続いていますので、そのインフレを止めるためにですね、日銀には金融緩和ではなく金融引き締めに向かうっていう圧力がですね、若干かかってきていますので、そういう話がちらほら出てきています。で、そうなるとですね、唯一の資金供給源がなくなっていってしまいますので、
米欧日の株式相場は大丈夫なのかなというところは引っかかりがありますということですね。長期投資の基本っていうのは下がってから買い始めることになりますので、そのための手元資金っていうものを用意しておく必要があります。ウォーレン・バフェットですね。ウォーレン・バフェットは日本株に投資してガンガン買っているイメージっていうものがあるというふうに思うんですけれども、実のところを言うと潤沢な手元資金を持っていたりしますと。こちらの楽天証券さんの投資るというサイトの記事を参照してみますと、ウォーレン・バフェットは1300億ドルの現金を持っているということですね。1ドル150円で換算するとですね、20兆円ぐらいの現金を手元に持っているということになります。つまり、これからですね、大暴落が起きたら買うための資金をバフェットさんは持っていると。その手元資金をしっかりと確保した上でですね、日本株にも投資をしているということですね。そういう全体像は理解しておいた方がいいかなというふうに思います。闇に突入する前が一番明るいっていう市場の格言みたいなものがあるんですけれども、日経平均ですね。日経平均の推移っていうものを見てみますと、こんな感じでですね、バブル相場でぐんぐんと上がっていくと。これから先どんどんと上がっていくというふうに思い続けていたわけですけれども、ドスンと下がる時期が来てしまいましたということですね。1980年代っていうものは本当に明るい時代だったと思いますけれども、その明るい時代からですね、突然暗転してですね、バブル崩壊してしまったと。こういう状況ですね。こういう状況が実際にあった、過去あったわけですから、ここから先もですね、ないとは限らないっていうことは頭の中に入れておきたいところですねと。で、ここ最近はですね、こんな感じで上昇トレンドを継続していっていますけれども、30年かかっても高値更新はできていないということですので、ここの高値ですね、1989年頃の高値で買ってしまった人がいたとしたら、ずっと持っていたとしても、まだ元が取れていないと、元に戻っていないということですので、こういう買って持ち続けるというNISAの仕組みで高値塚にしてしまうとですね、30年経っても元通りにならないっていう事例でもありますので、こういう可能性がですね、投資にはあるんだよっていうことは理解しておいてほしいなというふうに思ってまして、今これからですね、ぐんぐんと市場がですね、伸び続けるのかどうかですね、日経平均もダウ平均も伸び続けているっていう状況ではありますので、2000年代以降ですね、株式相場を始めていれば、この上昇トレンドに乗ってですね、資産構築することはできた、過去においてはできたっていうことなんですけれども、これから先もですね、同じように上昇し続けるのかどうかっていうのはクエスチョンマーク、将来についてはわからないっていう大前提は理解した上で、そして先ほどお伝えしたような問題点があるっていうことも踏まえてですね、これから先も上昇し続けるっていうふうに判断できるようであれば、今から始めていくっていうのはありかなというふうに思いますし、もしそうでないのであれば、ドスンと下がってからですね、始めても遅くないんじゃないかなというふうに思っていたりしますということですね。まとめますとですね、積み立てNISAがやばい理由っていうのは、暴落時でも平然と持ち続けていられるかどうかですね、ここを考えてですね、どのくらい資金を投じるのかっていうのは考えていってほしいなというふうに思いますし、
今現在完成相場だっていう面がやはりありますので、この金融緩和ですね、金融緩和をやめるっていうふうに日銀が判断した後ですね、果たしてこの完成相場が続いていけるのかどうかですね、その資金の供給源が一つなくなるわけですから、まあそれなりの影響がある可能性はありますので、そのあたりも含めてですね、勉強して学びながら取り組んでいっていただければなと。もしくは暴落するまで待ち続けて、そして暴落してから始めていくっていうのでも遅くないかなというふうに思っていたりしますということで、投資の神様と言われるバフェットさんは現金派で20兆円ぐらい今現金持ってますよということですね。こういうことも頭の片隅に入れておいていただければなというふうに思ってます。ということで、こちらの内容がもし参考になったっていうことであれば、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると励みになります。それではここまでご清聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。失礼します。